シャーシとは枠組みのこと。この枠組みは動かない物体を支えるもの。動物の骨格に例えられる。例としては、モータービークルや銃などで使用されている。シャシ、シャシー、シャーシーとも言う。技術系では、古くから超音を嫌うため、フランス語の発音に近いシャシが多く用いられる。近年は、シャシーやシャーシーということも増えている。 しかし一般的な呼び名で多く用いられるのは現在でもシャーシとなっている。上の英語の発音記号にも示されるが、チャーシーという英語圏の人も少なくない。自動車、戦車などの車両用途では、車台という訳語も当てはめられているが、他の分野では適用できない。アン AMX30F1 修理中の車台自動車におけるシャーシについては、車種を参照。また、 物流用語でトレーラーを意味するシャーシについては、牽引自動車を参照のこと。戦車におけるシャーシとは、戦車車台下部を指し、無限軌道、エンジン、操縦席、乗員区画が含まれる。漢字では、車台と表記され、車体下部を指す。戦車車台とは、車体上部までを含んだ、戦車全体から砲塔を除いた部分を指す。戦車車台は、 装甲兵員輸送車や工兵部対応車両などのベースとしても使われる。英語では飛行機の降着装置を指してシャーシと呼ぶことがある。この場合胴体や翼などの構造は含まない。日本語では航空機の構造に対してシャーシと呼ぶことはまずない。大きな鉄板のシャーシを左側、右にスピーカーを配したトランジスタ化初期の末置き型ラジオのメ面テレビ。 ラジオなどの電子機器におけるシャーシとは、メタルフレームで、サーキットボードや、その他電子部品が装着される場所となる。メタルフレームがない場合には、サーキットボードと構成部品そのものを指す。この場合、物理的に構造物を指し示すものではない。構造物としてのシャーシは、プリント基板を主体とする以前の真空管や、初期のトランジスタによる電子機器の基礎となる。 金属フレームであり、メッキを施した鉄板やアルミ板が主な素材となった。電子部品が大きく、重量もある場合は、プリント基板だけでは支えきれず、強度も得られない。コンピュータにおけるシャーシとは、堅牢な枠組みの部分のことである。パーソナルコンピュータでは、マザーボードや磁気ディスクなどが取り付けられる。ありがとうございます。